浅間火山と黒渕山の位置関係黒渕山周辺で見られる鉱山植物の姫社人黒渕山は群馬県妻恋村と長野県小室市にある浅間山の第一外林山の最高峰である標高2404メートルの山黒渕山の活動が始まったのは10万年ほど前に遡ると言われ浅間火山の最も古い山体であるその後 標高2800から2900メートルほどの清掃火山に成長したとされる。23000から24300年前、プリニー式噴火に伴って大規模な山体崩壊が生じ、馬底系カルデラを形成した。現在の黒淵山は、その際崩壊せずに残った西半分である。この山体崩壊による岩屑なだれは、北に向かったものは、東川に流入し、 さらに下流の利根川に流入して、前橋まで達し、前橋大地を形成した。南に向かったものは、佐久市岩村打製法の塚原付近にまで到達し、多数の流れ山を形成した。この岩屑なだれのうち、北に向かった前車は通過した地区に由来して、大相岩雪なだれ、南に向かった後車は、塚原土石なだれなどと呼ばれる。山体崩壊後も活動は続いたが、 二万千年前頃には、黒淵火山としての活動を終えたものと考えられる。西山腹には、チェリーパークラインの道路が通り、山頂から西に1 7キロメートルには、車坂峠がある。車坂峠を挟んだ西隣の後方高原には、浅間二千パークのスキー場がある。千曲川の支流である蛇堀川及び安ず川の支流である大沢川と、 小竹沢の源流の山である。群馬県側から見ると、横長の三尾根を備えた山に見えるため、上州側では、三通尾根イコール三尾根とも呼ばれている。黒渕山と第二外林山である前掛山との間には、湯の平、西の河原と言われる高木が育たない樋口源があり、周辺の景色は、コーカサス地方の風景にも例えられる。浅間山を眺めるために、 黒渕山を登る登山者が多く、登山道もよく整備がされていて歩きやすい。浅間山は、時折火山ガスを噴出しているため、登山が禁止されていることがあり、そういった場合に、黒渕山を浅間山の代わりとして登る者が多い。花の百名山に選定されていて、田中澄江はその著書で、姫社人などの鉱山植物を紹介した。浅間山との間には、 高山植物が豊富な湯の平がある。ありがとうございます。